それでは行ってみよう。どうも皆さんこんにちは、北海道の本田美久です。今日はとあるものを作っていきます。今私のこのカメラの向こうにはですね、大きい窓があります。今4時半の太陽光を浴びて、カーテンも全開にして、これぐらいの明るさなんです。これ太陽光を浴びててこれくらいの明るさなので、夜に蛍光灯とかだけでは全然動画が撮れないんですよ。ということで今回は家にあるものを使って照明器具を作ろうと思います。わー、で今回使うのはこちら、ニトリのこうデスク照明。これをつけると今はバン、こんな感じのオレンジの照明です。この照明を使おうと思います。まずは電球をね、このオレンジから LED の白い光に変えていきます。熱い。これは LED でも何でもなく、ただの白熱灯です。ゾフでもらったメガネ拭きで取っていきます。取れました。で、使い換えるのがこちら、これ LED 電球。パチッ。こうしても多分さっきとは違う白い光が来てると思います。でもこれだけじゃちょっと足りないんですよ。この白い光は顔全体がならないんですよ。私前によくプロのカメラマンさんが使うようなすごい大きい照明器具の中とかを見たことあるんですけど、こういう白い電球がたくさん中についてて、こう光をパンと飛ばして顔全体を明るくしてたんです。私は照明が一つしかないので、この一つの照明でこの何個もの電球を再現したものを作ろうと思います。へい。ちょっと作りかけてたんですよ、昨日の夜なので、少し出来上がっております。それがこちら、ででーん。この段ボールを使っていきます。ここの空いてる穴はこの右側のにある電球の穴とをなぞって切ったものです。貼り掛けです。で、ここからまた作業していこうと思います。行ってみよう。ザハハハハハ、ハサミあった。ボンドはアルミホイルをね、ベタベタに中に貼っていきます。ボンドがなくなりそうなので、糊で代用します。あと、こちら、アラビックヤマト。いいとな。あ、早い早い。いや、でもこれくっつくのかな、アルミホイル。明るい、なかなか明るい。あ、目がしょぼしょぼ。クマ。こんな感じになりました。おすごい明るい。これだけでもすごい明るい。よし、オッケー。おお、いけるか。はい、ついに完成しました。えい、パパ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 。それでは発表まで3、2、1、3。さて、早速この照明を試してみたいと思います。まず普通に当てた時、スイッチオン。いいアイデアだと思ったんだけどな。どうでしょう。こんな感じだ。いいんじゃないか。いや、どうだろう。でもこれ邪魔だな。
よいしょ、まだな。で、オン。オフ。これがオン。で、オフ。終了。今日の動画も見ていただきありがとうございました。質問などコメントに待ってますので、リクエストとかいろいろコメントを待ってます。よろしくお願いします。それでは北海道の本田美久でした。バイバーイ。